超女神信仰ノワール激震ブラックハート。All right, welcome to Hyper Loner Noir Part 10. これで勇者勝ち星1。また何も考えてないんですもんね。なぜそれを。やっぱりね。ふふふ。ここで。おお、さすが熱級の玉。少し不安な気がするけど。全然大丈夫じゃなさそう。はっきり言ってはダメで。さっきから遠回しなバトルばっかりだったじゃん。確かにそう。ってことはさ、直接対決すればいいんだよ。The best solution, just kiss. This is why she needs to be your waifu. 我々は長き戦いの歴史を重ね、そうだよそうだよ。僕たちは、ふっふっふ。女神の勇気。互角なら別の敵。はあ？あのネプテュー。もううちけま。完全に。というかあなたね。それそれだよ。よし来た。本気なの。まあもうしか本当にネプチューヌ。よーし、こっもちろんめ、それが負けたら私たちに、うん、伝説的に約束するよ。この剣に誓おう。やるならとことんやるわ。ほいさ。まったく本当に。では向かいます。進みましょうか。誘いに乗って味わやく。
動開始。こちらですわね。
Alright, now I need to get this elemental resistance chart, like, tattooed on the inside of my eyelids. こちらですわね。 華麗なる跳躍です。 使えるものだといいけれど。
テム発見ですわ。行くわよ。さて、逃げるの。華麗なる跳躍です。まだ私から逃げられるとは思わないことね。最高の贈り物だわ。これがラステーションの女神の本気よ。She just looks so surprised that the main character is whooping her ass.そんなことしませんわよ。その後、いや、いるよ。せっかくの雰囲気、本当にそうだったら、さすがお前が言うことじゃない。どうでもよくない。ま、アインだってそうじゃん。てか言葉遣い、うっさい。それいつもと違うじゃん。伝説的ってバカみたいよね。騒がしいいんじゃないかな。みんな仲良くが一番だし。喧嘩するほど仲がいいということね。そうね。
な暇ない。それで話を聞く気、僕たちは。そうね、二人ともありがとう。うん、頑張るよ。そうね。でもびっくりしたよ、アインって普通に喋れたの。くらいより今さら言い訳しても遅いんじゃない。うるさい。まったく。違う。アイン、これは魂に刻まれている隠されし遥か太古に存在した碑文だ。へえ、そんなのがある。その言葉。え、ああ、うん、そうか。なら、え、こんな機会はおそらくもうない。それでも、わかったわ。最初からそう言えばいい。ええ、何か。なんでもないわ。この記述、かつて封じられた禁断のアーティファクト、それがダークライト・グランエッジ・ギアだ。仰々しい名前ね。一体どんな力があるの。全てを飲み込む深き闇の刃を生み出す。その刃は、What is this, Soul Calibur? 相手を傷つけない武器なのね。資質を持つ者の心とシェアが響き合うとき。資質、なるほどね。具体的な方法は。ああ、すべてを。わっ、そう、時が来たのね。ああ、そのようだな。ええ、私よ。そうね、そうね。彼らにも目的がある。ノワール、ちょっと待って。どうし、アイン。いや、少し考えていた。私は戦う。なるほどな。え、私だもの。わかった、任せる。グッドラック。それで何の要件。 Yeah, I'm just gonna let this one go. そう、私はアインと出かける。任せた。そういうわけじゃないの。ただ、
Well, nothing like a little bit of boob grabbage to end chapter 3. Hey, Lig, could you help me catch Estelle? Thank you, Lig. You're such a great help. Chain of command, bitch. Alright, so we got all the events, we've checked all of the equipment, and I think we're going to call this good for video number 10. Stay tuned for video number 11.